最近都内のあちこちで外国人観光客をよくお見かけしますね。そんな人たち向けのサービスには案内表示の多言語化や無料のインターネット環境の提供などいろいろありますが、今月から鉄道の駅や百貨店で新たなサービスがスタートしました。東京メトロが管理する170の駅に置かれたのは、英語のほか韓国語やドイツ語など27カ国語に対応する音声翻訳アプリが入ったタブレットです。こちらが今回導入されたタブレットで、複数の外国語に対応しています。 I want to go to the airport。 空港へ行きたいので。東京メトロによりますと、去年4月から今年3月までの地下鉄の外国人利用者は1日あたり4万2000人以上で、前年度よりも 40% 以上増えているということです。Yeah, it's very difficult for us. The most difficult thing is the exit. There are a lot of exits and it's complicated for us. And we are not English, so it's more complicated for us. So. 担当者は、2020年の東京オリンピックに向けてタブレットの活用の充実や案内表示の多言語化など外国人利用者への対応を強化していくと話していました。また百貨店でも外国人観光客に向けたサービスに力を入れています。新宿高島屋で通訳を行う担当者はおよそ20人。パンフレットの多言語対応ももちろん行われていますが、サービスはそれだけではありません。百貨店では全国で初めてというイスラム教徒が毎日行うお祈りのための祈祷室を去年から設けています。そして今日から始まったのが外国人観光客専用の自転車のレンタルです。商品はですね、百貨店ですのでたくさんありまして、そこの部分についてはご満足いただいていると思うんですけども、当然この後リピーターの方については、違う価値を求めてこられるかと思っています。今までなかった価値をこう伝えることによって、よりたくさんの方にお越しいただけるんじゃないかなというふうに考えております。今回の取り組みは都内などでシェアサイクルの事業を手掛ける NTT ドコモなどと協力して実施。前日までに専用サイトを通じて予約し、当日お店で受付をすると午後6時まで電動アシスト付きの自転車が利用できます。借りるときには日本の交通ルールや規約を記したパンフレットが手渡され、トラブルなどのときにはコールセンターが対応します。新宿の周りにはですね、例えば新宿御苑ですとか明治神宮ですとか、街で行けば原宿ですとか、そういった比較的近いところにですね、いろんなスポット、人気のスポットがあります。それを自転車を使うことによって距離を縮めることができますので、よりエリアとしてのこう魅力を増すことができるのかなというふうに考えております。外国人観光客の増加とともに多様化するニーズに応えようと、さまざまなサービスが広がりを見せています。このほか西武鉄道は今月から中国や韓国からの外国人留学生による案内を西武新宿駅で始めました。案内カウンターや改札口に立ち、外国人観光客に対して沿線の観光や交通の案内を交代で行うということです。